どうもこんばんは、NM です。今回も超人 X の考察をやっていくんですけど、前回東の超人の正体が戦争の超人ではないかという考察をしたんですけど、それとは別にもう一つ考えてみました。東東正義の超人説。東は厳格な父親に絶対服従、父親は大和警察の審議官、正義を職業としている人間です。父親の義を見てせざるは勇みなきなりという教えを胸に刻み、強い正義感のもと常に正しい選択をしようとします。コミックス第1巻の東のプロフィールには、ライフワークは人助け、悪い人間を見つけては退治するのが東の日課であり、犯罪の切り抜きをスクラップして集めるのが趣味とあります。異常なまでに正義に執着する東。第1話の飛行機墜落事故の時にもボランティアへの参加を自分の習性と言っており、彼が常に善行を施していることがわかります。東東ヒーローの超人説。常に正しく人を助けようとする姿はまるでヒーローのようです。東が超人に変身した姿は、長い布が顔面を覆う覆面にマントのような姿で、少し歪ですがまるでピンチに駆けつけたヒーローのようではなかったでしょうか。東が月明かりに照らされ登場した時には、リカルドが、なんだ助っ人かと発言しています。そう、東のシルエットはまさにヒーローそのもの。ちなみに超人化した東は高速手錠首輪が付けられていました。東に欠けていたものは自制心だったことが最新話で明かされましたが、なんと東自身も気づいていた様子でした。超人は自分にふさわしい姿と力を授かる。自分に自制心がないことを自覚し、拘束された姿が自分にふさわしいため、東はあのような姿に変身したのではないかと思われます。自分を拘束する鎖を引きちぎる描写は、自分の欲望を抑えきれない自制心のない東を表していたんですね。東東戦争の超人説。最後になりますが、前回の動画でもお話しした東戦争の超人説です。僕の中ではやっぱりこれが一番有力なんじゃないかなと思っています。前回の動画で東は戦闘狂だと言いましたが、東って素で強いんで暴力で解決しちゃうシーンが多いと思うんですよ。第1話ではジョニーの腕を蹴り折ったり、時をいじめてる連中をボコボコにしたり、正しい選択のために勝ち目のない梅沢リリカに戦いを挑んだり、正義のためなら暴力も厭わない。そう、戦争が起きる理由と同じなんですね。互いの信じる正義のために戦う、国のため、愛する家族のため、平和のため、なぜならそれが正しい選択だから。最近で言うとイラク戦争、そしてまさに今起きているロシアによるウクライナ侵攻。ウクライナ国内のネオナチ化阻止という理由でロシアは正義の名のもとにウクライナを攻撃しています。戦闘機や銃などの兵器に憧れ、勝利への固執、正義への執着。やはり東はかつての戦争の超人、クイームと同じ戦争の超人ではないでしょうか。はい、ということで今回も東の超人について考えてみました。この動画を見た皆さんもよかったら考察や感想などをコメント欄に書いていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。